君があの一条のせがれか。大きくなったな。父親にだいぶ似てきたんじゃないか。まあ座りなさい。ゆっくり話そう。親父さんは元気かい？はい。なんだっけ。ああ、思い出した。女将軍殺す。ああ、俺も感じるぞ相棒。懐かしいものを思い出させてる。怒り狂え。破壊と構築の同調、それを肉体で表現するのだ。ガキども、俺のプライドを踏みにじった罪、死をもって償え。念力操作空打ち、最大射程60メートル。この環境下で俺の力は進化を発揮する。終わらない夏休みなんて無限地獄と変わらねえんだ。ありがたく覚え、お前たちの人生に義務と休み、起伏が存在していること。お前の夏休みがまだ夏休みと呼べることをな。ただひたすら待ち続けていた。ようやく会えたな、ユイ。俺がそばに寄るとシンジを傷つけるだけだ。だから何もしない方がいい。なぜドフラミンゴごときのために世界が振り回されにゃいけんのですか。今後も子飼いなことがあっちゃ、わしが元帥として格好つかんですけ。金輪際やめておくんない。やれやれ。全言撤回だ。これじゃ眠気も払えやしねこのぐらいでいちいちビビってんじゃねえよ。話になんねえ。てめえらそんな腕でよく平気で体調ずらしてられんな。この野郎、立てよ。まだ死んじゃいねえだろ。